<laughs> 行きます。はい、えっと、そのさんです。えっ、ー、と、領主は涼しい領主です。はい、で、えっ、ー、とー、共族。がいました、うん。で、常に、あの、ここはね、あの、五感の平和な時代も常に戦闘が続いていますから。うん、あの、はい、<laughs> ここだけ妙に、あの、レベルが上がってるんですよ。 うーんその戦いが続いているっていうのは、異民族との戦いが続いているっていうことですかはい、そうです。はい。だから、異民族同士も戦ってたかもしれませんけど、異民族の侵略もあるから、五感、うんえー、において、この方面の司令官になるということは、うん、まあ、あの、<laughs> 名誉でもある反面、結構、うん、あの、将軍クラスでも打ち死にするんですよ。この方面に行くと。 将軍って普通、あのね、海外効かないから、かなり後ろの方にいてですね、うん、あの、指揮を取るんですけど、その将軍ですら死ぬということは、うん、つまり全軍が壊滅しているに等しい、うんうん。だから、例えば違うかもしれませんけど、例えば今だったらね、あの、ドローンで、うん、<laughs> 攻撃をしていたりとか、うんえー、戦闘機の遠隔操縦をするっていうのが、うんえー、この時代の将軍の役割なんですよ。 だって、戦闘に行ったところ、えー、あの、戦地に立ち向かったところで別に腕力がめちゃくちゃ強いわけでもないし、あの、兵,兵士一としてなってしまうから、そうではなくて、はる、えー、か後ろの方にいてコントロールをしてドローン操作をするのが、えーえー、指揮官の役割なんですけど、えー、ですが、その、えー、ドローンの操縦室が <laughs> あの爆撃されるということは、えー、もうほぼその軍は壊滅してますよね。えー <laughs> ということになっているので,で五感の主な戦闘のノウハウはここで培われてでそれが広がっていく形で五感末の混乱が起きていくとうんで領州まで行ったんですよね涼しい領州まで行きまして、えっと、そこから南に探して駅州がありますはいえ駅州はえっと 竜民としゃべるよ。えっと、エキシュ衆は竜園があなたも天使になれるかもしれませんよって言われて収穫になった場所です。うん、そしてそのな後に竜ビが直感を立てたところでありまして、はい、で大事な言葉リュ竜ビが 漢中王と名乗ったことです。それは漢中という地名をよりどころに名乗ったから重要なんです。終わり。はい、その通りです。で、この劉備が漢中王名乗ったのは、<し>さっき言った全漢の元素硫黄がこの地で漢王になってるんですよね。 漢、うんまあ、中は後からつけた地名なのかもしれませんが元の地名はここ漢、はい、一文字なんですよ。うん、で劉邦が漢王に奉検、えー、されてであの、うん、少し北側のさっきの揚州の長安長安じゃないんですけど本当はねその周辺を、うんまあ、なんていうか拠点としていったことを踏まえてで劉備が、うん、えっとここで漢中王になったと。 ですから諸葛亮の北伐というのはこの漢中の地を基地としてで長安方面を目指しますよね。だから全漢の劉邦がやったことと全く同じなんですよ。あそういうことかまあ地理的に近いからねそこから攻めるっていうのは必然だったりするんですけどこの漢の地漢中の地からまずは長安を取ってつまり楊衆を取って。 でそうなると地理的にですね西側を切り取ることができるから、うん、そうすると全巻の建国シーンは再びみたいなあそういうことなのかうん絶対意識はされてますね今めっちゃ落としどころがフッて入ってきました <laughs> だからそのね 茨の慶州の方面から下っていこうとか、うん、いうのも確かに、うん、あの作戦としてありかなしかというと、まあ、状況によるんですけど、うん、国勢国の運命としてはですね明白な運命としてはここから上がっていかなきゃダメですよね。うん、うーんえー、なんかすごいなちょっと嬉しくなりました今。<laughs> <laughs> 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 ここはすごくその何だろう大切な場所なんですねこう包丁、うん、を語っていくにあたっては重要な場所、うん、そうですうだからね劉備が食感を つあの建てる時に漢帝国を継ぐっていう時にも、ね、この漢の地、うん、つまり漢中の地から曹操を追い出して王になるっていうストーリー、うんうん、まさにあの上がるだって漢帝国の王,道王道のストーリーっていうかもう誰も文句が言えないぐらいのストーリーなんですねそこでそこ曹操に取られているようじゃ漢なんか名乗れないですよね。 うんすごいな。うん、<laughs> すごいですよね。<laughs> えー、すごいな。<laughs> はい、ラストお願いします。はい、えっと、力紀州から東に行って、慶州、茨城の州です。うん、ここの慶州は、えっと、みんなが狙ういい場所 でした。えっ、ー、とー。で、天下の中心って、うん、あの、僕が、あの、やたらと言うから、あの、中心がいくつあるんだって話になっちゃってるんですけど、あの、はい、ここで言う中心は、義合職にとっての中心です。はい。ですから、えっ、ー、と、三国の、えっ、ー、と、付け狙う場所として、えぇ、ー、闘争の対象として、あの、腰部の地、うんえー、武力を用いる地と言ったりしたりしますが、 うんえー、その意味での天下の中心という意味と、うん、あと、えー、国力がめちゃくちゃ豊かなんですよ、うん、で甲武帝の琉州がもともと出発したのもこの慶州なんですよ実は、うん、でこの慶州の北の,、うん、北の端っこがあの駅州の北の端っこは寒中軍っていうのがあったと思うんですけど、うん、慶州の北の端っこに南洋軍っていうあの、うん、南の陽孔って書きますね うんうん、で、イメージが伝われば十分です。すいませんの僕、実はその人の顔浮かんでないんですけどね。<laughs> ちょっと世代が違うのでわかんないんですけど。<laughs> そうですね、うん、でえそこが、もともとは、まあ、四州から見たら南でありまして、でこの辺り、うん、茨っていうふうに付いているように、その,、うん、の国が昔ありまして、そってわかりますかね。うん ソウ、えっと、は、えっと、ソウ<あ>は分かりますよ。はい。で、このソの地があった場所なので、もともとは、あの、南の端っこみたいな、あの、もともと天下ってね、今、ギってなっている地域あたりの真ん中辺だけが、<ー>いわゆる中国でありましたから、そこから見ると、もう南に外れている、えー、辺境の地とまでは言えないかもしれませんが、<ー>端っこだったんですよ。 で、端っこだから文化が遅れている代わりに開拓の余地があるし、あの、うん、異民族をどんどん取り込んでいけば国がでかくなっていく可能性に、ある、がある地なんですよね。うんうん、っていう意味で、その、五感の、あの、工部堤はこの場所から出発してひたすら北へぐんぐん向かっていきますし、うん、で、工部、工部がそうであったし、えー、慶州も、もともと流氷が、えー、いた場所も、今、義に含まれている北の方なんですよ。うん 竜陽が、えー、城を置いた場所分かりますか何,何,何ていう県<あ> <laughs> かなっていう、ね。ええ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 お城があるところだ そう。氷がいた場所が上陽なんですよ。はい。で、上は別にもともとね、何かの中心地だったっていうわけでもないんですけど、劉氷がそこに拠点を構えて、後の時代に結構重要な、あの、城として、この地域の中心になっていきます。はい。っていうのが慶州なので、まあ、どういう意味で天下の中心かというと、三国が、まあ、経済、経済をめぐって争う豊かなフロンティア。 はいそして天下の中心かなと豊かな開拓地ということ、うんまあ、開拓がかなりもう五感の間をかけて進んだので開拓済みの地かなうんうただまだもっと開拓の余地はあるんですけどまあこの時点でだいぶその、ね、一つの天下を支える天下というかまあ三国の一つを支えるだけの経済力を養える地として、えー、この地が、うん まあ成り立っていたからこそ諸葛亮が最初に劉備にここを取りなさいって言ったわけですよね。ここは地形的にその盆地みたいな感じえっと北の方はえー、っと <laughs> あの紫秋落陽とかと地続きで、はい、ほぼ平地です。うん、でえっとその平地のあたりがその劉氷が。 中心にいたりとか、うん、あと、その劉備が曹操軍に追いかけられた場所ですよね。うん、<laughs> 長派の戦いみたいなときに、追いかけられているということは、あの大軍が動けるわけですよ、北の,北の端っこは。うん、で、うん、そこから南に下っていくと、長江が、この地図でも見えてると思うんですけど、うん、まあ、今の五と義の境界線ぐらいになっている場所が、長江が流れていて、うん、で、この場所ぐらいまでが、まあ、行ってみれば、 中原中心とつながっています、うん、で長江を渡ると一気に山がちになりますう,ーんうんで山がちになってくるから移民族がたくさん残っているし直接的な支配がなかなか難しいみたいなう,ーんうんなので北は中原で真ん中に長江が流れていて、はい、そこから南今五ってなってるあたりは、まあ、なかなか人が住みづらい場所はい うん、ありがとうございますだからあの関羽と孫権が戦ったりした場所どこだか何,何城だったか覚えてますか、うん、関羽の城,城は繁城繁城は関羽が曹人を攻めた場所かな繁城から南にし来ただから関羽はそこを空っぽにして繁城を攻めたせいで背後を突かれたわけですよね誰やだったんけですなんかやったもう勉強して 勉強したけど、ほんまに忘れてしまってないとかまあこうやって会話してね、定着していけばいいんですよ。僕はなんで、昔から知ってるっちゃ知ってますけど、あの小説を書かなきゃと思ってね、えー、頑張って読んだかって。ええー、小説あ、あの、ロシュクっていう、ロシュク伝っていう小説を書いたので、<laughs> その時に考慮、あ行っちゃった、考慮が出てきて、考慮 <laughs> 実際に行ったんですよね。うん んであの長江の弘にえー、っと御その弘陵が、はい、その南の軍、うん、南軍っていうふうに言うんですけど、うんまあね、周囲が一時的に収めていて関羽に、ねうん、譲ったというか貸したというか、うん、した場所がその長江のそばにありまして。うんうん でその辺が、あのーまあのま慶州の2大拠点といえば、さっき言った上陽と南の、うん、南といっても、実はこの五と儀の境界線あたりなんですけど、だからだいぶ全体から見ると北に名を寄ってるんですけど、うん、そこの公領ですね。うんうんうん、はい、うん、えっと、陽州、慶州の東に陽州があります。陽州は、えっと 海に面した部分もあるんですけど結構山賊が海に面したから山賊がいたのかなでも要州と<笑><笑>、えっとで説明を戻って、うんえっと、孫権が、えっと、本拠地を置いた県業がある場所ですはい、はい でもう次きますでその慶州,、はい、州慶州慶州揚州の下に杭州がありますうんでこの,あの圧倒的に離れた場所を、まあ、中国というか、まあ、帝国に、うんえー、く繰り込んだのが全、うん、漢の武帝なんですよ全漢のまあ文帝そしてまあ後の武帝ですね武帝の頃にこの地を、うん、えっと まあ、この地に在地勢力がいたわけですけど、それをやっつけて軍とかを置いたわけです。うん、だから軍の数が、あの、真の始皇帝が統一した時から、どんどん増えていくのは、このように純粋に領土が拡大しているからっていう側面もあります。うんうん、はい。うん。うん。というわけで、えーうん、今週は終わりかな <laughs>